続きまして、5、6年生の皇室課題ですね。こちらの東京五輪の聖火ランナーがっていうこちらの文章なんですけど、簡単、最近の5、6年生は簡単ですね。前に比べてっていう意味ですよ。ちょっとね拡大していきますけど、その分 1,2 年生がなんかちょっと難しいような気がして、漢字を習ってない 1,2 年生に、1年生にとってはなんかちょっとかわいそうな感じもするんですが、まあでもまねっこなんですね、こういうのは。だからなんていうか見て、まあせっかく書くんだから書き順もしっかりやりたいんですけど、初めてね書く字だったりすれば特に、あまり深く悩まずやっていきたいですね。で、5、6年生の場合ですけど、この文字数ちょっと見てほしいです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、ここ12ですね。5,6,7,8,9、ここ9なんですよ。で、どう考えても1行目が混み合うのはわかるんです。2行目漢字が3、4、4つしかなくて、ひらがながあと全部で9文字しかないっていうとこなので、まず1行目をうまく入れて、そこから横に何持ってくるかって考える方がいいかな。その全体を見てそういうのを把握、初めにねできたらいいですね。まあ、結構何も考えずいきなり書き始めちゃうと思うんですけど、そのぐらい冷静になってください。で、東京という字が意外と難しいんじゃないかと思います。キュッと上がる1本目で、ここの火の部分を見てもらうと、キュッとね締めたいんですよ。締めるっていうことは、始まりが外側からじゃないと内側入れないですよね。だってさ、ほらここの真ん中貫きたいしとか思うと、狭いのは難しいじゃないですか。横幅もある程度は欲しいけど、でも最終的に一番出っ張りたいのはここの部分ですよね。そう、こうなんだけどこうだよな、こうなんだけどこうなんだっていうのはいつも考えた方がいいです。で、こうして外側から内側で、横は軽くしといて、縦をしっかり小さく書く時の基本的な書き方としてはそういうことです。一画目はだいたいしっかりと横にギュッと上がるような線質がきますね。で、それでこう組み合わせていって真ん中貫きます。頭は大きめというか強めに気質を出していいです。こうしっかり入れて真ん中を貫く。そう、小さく書かなきゃいけないとか、スリムなところに入れなきゃいけないとかいう時に、縦のラインを細くしなきゃいけないっていう条件は含まれませんね。縦って縦の太さは関係ないじゃないですか。そう、だからこういうところは思い切って出してください。で、ここはこう、こんな感じですね。だからね、こうやって見た時に、私のこの鉛筆すごい優秀で、太さも濃さもすごくよくわかるでしょ。だからわざとこれ使ってるんですけど、横のこの線を引いた時なんかこんなに軽くて、なんかちょっと薄く見えるじゃないですか。それに比べてほら、縦ってこんなに濃いでしょ。そういうところをね見てください。で、京という字です。これちょっと詰めながらいきましょう。でもしっかりですよ、ここの頭の部分しっかり出して、こうねぐっとこう引きます。これはちょっと長めなので、こういう風に上って下がってみたいなのがちょっと見えますけど、で、ここに隙間を作りたい。それから今のここを長くねって言ったここよりも口はスリムにしたいんですよ。こういう風にキュッキュッって持っていきたいんです。こうスタイルのすごくいい人な感じですよね。なんとなくこう真ん中くびれてるような感じで、こう口を書く時も先ほどのこれと一緒です。横を書いた時スッと、力はあまり加えずにスッと持ってきて、縦のギュッっていう、ここはギュッと力強くいったんですよ。で、こんな感じですね。で、下なんです。あまり足長くしすぎなくていいです。これギュッとこう湾曲するぐらいな感じに持ってきて、これ逆に映ってるかな、ここ
んまりここだけに時間使いたくないんですけどね。こう来てこう来てこうですよね。で次が結構やりがちな子はね、こうにやりやすいんですよ。なんとなく反っちゃうみたいな、これ反っちゃダメ。反ると長くなりやすいですよね。ここね、比率を見てください。1対1ぐらいでいい。あ、ここそうね、このぐらいかな、1対1かな。うん、あんまり足長くないんですよ。だけどすごくあのウエスト細い人みたいなイメージですか。足は長くないけど、ね、まあ、こんな感じにして、それで五輪見てほしいのはこの漢数字の5ですね。この5は節約すごく上手な子ですね。縦の幅を節約していいんです。ここほら3が見えるように書きます。ギュッと上がる、斜めを使って、そしてここまっすぐラインで持ってきたら次下に持ってきていいです。真下でよくて、ちょっと短めにしとくのがポイント。なぜかっていうと次こうにギューって持ってきたいので、ここがね長くしとくと出ちゃいますから、あ、ま、あの出ないようにしたいのでギュッとねやります。でほらこういう風にすごく下がこうキューって広くなってるような三角形ですね。はい、次は五輪の輪、車と、あ、車じゃない、輪で、あのこちら車という字、こちらにね辺ですけど、これなかった。辺で書くときは全てがこういう風に上がっていきます。これね混み合ってて難しいかもしれない。でポイントはこちら側が長くなるんですよ。ほらこっち短いでしょ。それを作るためにまず中心線はここにありますよね。で中心に寄ってます。でも左、ここ2画目はもっと左に出て、次の2、3、4、5、6画目のこれはもっと出てっていう風にこのラインを持ってくる。ここがしっかりできるとね綺麗なんです。で縦のラインはここをこういう風に慎重に貫きますよね。でそしたら次これを書けばいい。右払いの方が場所を取るので、左はなるべく左側から入ってあげて、右のこの払いをしっかり書けるように入れてあげます。ここの入り出しがポイントかな。意外と中心寄りだと思いませんか。こっちから書きたくなるんですけど、一歩内側に行ってあげることでこれがうまく入りますね。でこう上にキュッと上がる方がいいです。これそうするとこのね隙間に入ってくれますんで。で次はこれ、ここから離してこう下のラインはここで少し開くぐらい目標にして、でこうふっくらきますよね。その時も力は抜けてますよ。あまり入れないでスッと滑らせてギュッとするのはここ、ここです。この縦のラインはこの下のここの部分までちゃんと下げて持ってきましょう。で横だってこんな感じで、ちょっと1行目に時間使いすぎた。ののですね、の成果、ひらがなです。成果、はい、火曜日の火という字です。これ立てます。キュッと立てて、次少し上からで短めにこう払うんですが、こっち側に内側に行くように、こっちですね。そうすると今の関係はここよりもここがちょっと高くなって、で隙間としたらこのくらい今空いてますよね。この間をうまく通していきます。これで一番高くなってこういう位置関係、これに対してこうになってるような位置関係で持ってきたいので、ここよりもここが上、ここよりもここが上になるようにして、まっすぐ下ろしてきて、これを通過したぐらいからだんだんこう急カーブですよね。ここからこの辺りから急カーブする。でこの辺から次入っちゃダメですよ。この辺、この点の最後の辺りぐらいからギューッと持ってきて、横へギューッとこう払っていく。
ここからの流れを言うと、こうにしてストーンって降りてるんですよ。こういうことね。はい、ランナーです。カタカナ上がる、ラー、うん、なー、それからランナーが次ですね。ここね、ひらがなが多い行なんですけど、ただひらがながあまりにも大きく見えすぎても変だし、隣の行とのバランスもあるので、もう簡単だけど詰まりすぎないように注意したらいいかな。が日本中、日本っていうのはまあちょっと大きめでもいいです。先ほどの字と、横にある字とあまりこう変に目立ってなければ別にいいかな。このぐらいでいいですね。日本中、あ、映ってない。これ見てほしかったところ、中っていう字ですけど、1画目2画目スーッと来てギュッとしましたね。でここ短く終わってるの分かりますか？左に対して右、短いですよね。今こうになってると思うんですけど、これはなぜかというと、ここでこう閉じたいんですよ。こちらは出ても構いません。で横のこちらはここが出ていいんです。こう来て真ん中、これが大事なところですよね。引いてそこからまっすぐ、こんな感じ。ここがないとこの字変なので、しっかり引いてください。気質を作るっていうことですね。はい、おです。おお、走る、ギュ、上がって頭出しといて横へギュ、これね、1、2、3。で次ここ短くていいので、しっかり強く縦のライン、ここね合わせて強くします。これも短くていいので下がってこないように上がる。でここは強く、こんな感じで、でここからこうっていうこの流れは一緒にかけるといいですね。ここからこう、つながりを持って走ります。これね、丸とかなかったんですよ。ないんです、ここに。走ります、そう、ないときはないまま書いてくださいね。応援しましょう。頭しっかり上がってこう心が入ります。心、2画目こんな感じで上まで上が、ちょっと少しこういう風に上がってくるような感じにしといて跳ねる。こう大きく内側に跳ねて、この点1個目、点2個目、こういう動きですね。これここが広くなってて、ちょっとなんかこう器のような感じ。心は広くねしてあげてください。ここの間を広く保つ。この点の向きが未だに結構間違える子は多いです。これこうやりたくなっちゃうんですけど、こうやんない、こういう風にやや内側にだんだん強く、力加減もね。あ、やばい、時間が。はい、絵です。このくらいにして、なるべくひらがな連続の部分は
少し流れを組んであげてくださいね。 C でしょ、まあ、小、最後ね丸があるんですよ。だからここをね丸つけてくださいね。でちょっと初めの一行に時間を使いすぎちゃったな。小、あ、五がまた出てくる。5、6年生、5ってね難しいけどかっこいいですよね。それから漢数字って結構みんなこう扁平な感じ、なんていうかな、こう高さがなくてすごいあの狭いとこでも書きやすいんですよ。だからね、漢数字をマスターするとすごく綺麗に書けるようになります。それを応用するんですよ。いろんな漢字に混ざってますから、この線は漢数字でやったらどこの線だろうとかね、ここにはあ3が見える、これはもしかしたらあれかもしれないとかね、そういう感じで見てください。はい、ここ気をつけるところです。走るっていうところ、ここの下の部分のこれもね、あの人っていう字が見えますけど気をつけましょう。あのそうそうそう、結構これ書きやすかったんじゃないかなと思います。ただ2行目ちょっとここが注意するところですので、そこだけね。はい、5、6年生頑張りましょう。失礼します。